はい、お帰りなさい。帰りました。これは車が壊れてしまっていますけど、はい、これ何があったんですか？イン側の石に乗り上げまして横転をして。大きな石だったんですか？はい、大きな石でした。でペースノートにレッキの時にその石があるっていうことを、はい、ちょっと石を見逃してしまって。カメラこっちですよ。はい入ってなかったので。あのイン側にあったんですか？岩みたいな感じ。そうです、はい、うん、でコロンってひっくり返っちゃった。そうです、しました。スピードは結構出てたんですか？いや、すごくあのコーナーが続くところの石だったので、うん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 、車速はそんなに出てなかったんですが、うんうん、はい、出てなかった。あ、じゃあで表向きになって止まったんですね、車ね。そうです、はい、あ、じゃあそんなにダメージはなかったんですか？そうですね、はい、自走できます。でもお二人とも怪我はなかったですか？はい、うん、よかった。まあ怪我がなければね、また走れますからね、はい、うん、なんか病院にねやっぱり行っちゃったりする人もいるから、そう思えばね、はい、よかったですよね、うん、でただ次の車を止めちゃった。そうです、はい、あのだいぶ、そうです、ね、もうそこからのラリーは止まってしまったので。ああ、ちょっとご迷惑かけてすいませんでした。それじゃあとりあえず体も元気だということで、はい、今日はね明るい笑顔で家に帰りましょうね、はい、うん、もう今は何時かな？もう5時半？もうすぐ5時です。6時ぐらいですかね。で今ちょっと向こうではあの何か明るい声で、表彰式の、ね、様子が聞こえてくるんですけど、こういうのをちょっと離れたところで聞くのもまた味があるかと思いますけど、ただ今日はあの3台エントリーをして、まあ、うち2台がリタイアということで、ラリーの、ね、厳しさをちょっとまた改めて、ね、知ったような気がしますね、はいはい、これにめげずにこれからも頑張りましょう。頑張ります。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。